皆さんこんにちは、少年忍者でーす。よいしょー。いいですね。いっぱいいます。さあ今回がメンバーの癖ということで、一人ずつね、どんどん言い合っていきましょう。人数多いですからね。いきましょう。じゃあはい、少年忍者の馬西川渉です。はい、僕は後期の、癖か。はい、後期はみんなでいるのに一人で喋りがち。はい、でその声が超でかい。なるほど。以上、独り言が大きい。大きい。ありがとうございます。さあ次、匠。はい、川崎浩輝です。匠の癖はですね、歌っている時に眉毛をクッと寄せて八の字型によくなりがち。これが歌ってる時の癖ですね。これ勝手になっちゃうんですよね。はい、さあじゃあ次行きましょうか。はい、北川匠です。はい、折山の癖は、気がついたら鏡の前で踊ってます。おー、なるほど。もういつでも踊ってます。はい、わかりました。さすがですね。ありがとうございました。はい、じゃあ 黒の癖やります。どうも、お願いします。いや、それ松本人志やんなきゃ。でお願いします。急いで、急いで。僕の思うアジの、あの癖は、こう前髪を分けるときにこうやるっていう。うわー、そうや、絶対やってる。次はどうぞ。どうも、アジです。はい、ウッチーの紹介します。はい、ウッチーはですね、喋、り始めると何言ってるか分からなくなります。はい、マジか。じゃあ、イエーイ、内村聡太です。イエーイ。深田流星のモノマネじゃなくて、癖を言います。はい、癖は A 型のところです。癖じゃない、それは A。 はい、少年忍者の深田流星です。檜山くんの癖は、はい、檜山くん家に泊まりに行くとパンツ買います。パンツちゃう。檜山くんのお母さんがパンツくれます。はい、癖じゃないです。はい、個性流星でした。はい、ということで、檜山個性です。平津の、なんだっけこれを言うのは癖です。あ、癖、あのライブで自分のパート来た時パタパタしがち。ここ、次。おい、はい、平塚翔馬です。青木の癖は、寒がりすぎるとこです。おー、ずっとね、長袖着てる。そうですね。はい、どうも、少年忍者の彦恵です。豊田の癖は、笑い方にちょっと癖があって、これです。引き笑いがちょっと変です。豊田陸斗です。小生の癖は、話が盛り上がるとついつい声が裏返っちゃうところです。はい、ね、はい、少年忍者の小生です。カイル君の癖は、笑いのツボにはまると本当にすごい高笑いになることです。おっしゃる通りです。田村カイルです。クボレンの癖は、暇があったらすぐ喋ることです。はい、クボレン、少年忍者のクボレンです。山井くんの癖は、リハの休憩中に鏡とずっと見つめてる。鏡をずっと見つめてるです。恥ずかしいね。はい、山井翼です。滝くんの癖は、踊る時のフリーポーズ絶対これやります。滝尾次郎です。稲葉くんの癖は、滝くんって呼んでくるとこです。滝くん。あれ、稲葉道春です。鈴木友人の、癖は、3日に1回洋服を買うです。はい、鈴木友人です。こちらの星木の癖は、ライブ前2時間ずっと鏡と向き合って髪いじってます。今もやってます。はい、川崎星木です。永瀬優生の癖は、テンションが上がると特殊な喋り方になります。はい、じゃあラスト来ていただいてございます。はい、こんにちは。馬西川渉くんの癖は、はい、あの指を指すときに小指まで立っちゃうことですね。はい、小指。はい、いや俺それ やってるね。ということで、少年忍者頑張ります。バイバーイ。イエーイ。